ははい皆さんこんこにちはバイトサイイサズズジャーニーズのレイラです今日はまあ私が感じたカルチャーショック私の彼氏はイギリス人ですが、まあ、イギリス人のね彼氏の家に遊びに行った時にすごく感じたカルチャーショック、うん、まああんまりねカルチャーショック実感じたことは実はあんまりないんだけどまあ一つあります。 はいまあ、それについてちょっと話せたらいいなぁと思って今日のエピソードを作っていますそうそのカルチャーショック何だと思いますか <laughs> 問題です何でしょうか本当ねカルチャーショック全然ないんだけどえ一つ言うなら食器お皿の洗い方洗い方ですはいえ日本では 食器を1つずつスポンジと洗剤洗剤はあのまあディッシュソープあの泡ソープ石鹸みたいなので洗ってで最後にお皿を1つずつきれいな水で洗って乾かすんですねで,でも私の彼氏の家族今オーストラリアに住んでるんですがオーストラリアでは そうじゃなくてお皿をシンクに溜めた水の中で石鹸と一緒に洗ってそれをそのまま乾かすんですね。<laughs> いやこれはね私ちょっとびっくりしました。多分日本では食器とか、まあ、お皿に泡がついてるのはダメなんですよね絶対。その泡を 全部きれいに流さななとダメなんですよ、ね、で、そうやってなんとなく教えられてきたから別にお父さんお母さんに教えられたわけでもないんだけどやっぱねこう、まあ、いろんなメディアとかさ新聞とか他の人の話を聞いてると食器の泡を全部 最後まできれいに流すきれいな水で流して乾かすのが当たり前って思ってたんですねそうでもオーストラリアに行ったらそうじゃなくって食器をちょっと汚い洗剤も入っている水で洗ってそれをそのまま乾かすんですね。でこれはね私大丈夫なのかなって最初ねちょっとびっくりしたんですよね。 皆さんどんなふうに食器洗いますか日本派ですかオーストラリア派ですか、まあ、オーストラリアって言ってもみんながこの洗い方をしてるかどうか、まあ、わかんないですけどどうなのかなうんまあ確かにでもオーストラリアの洗い方の方が時間はかからないですよね。日本の洗い方だったら一一枚1枚 スポンジで洗って最後一枚一枚水できれいにするので確かに時間はかかりますでもね私もオーストラリアにね今まで3回ぐらい行っていつも食器洗いとか手伝ってたのでそれはもちろんオーストラリアの洗い方で洗うんですね、まあ、もちろんオーストラリアの洗い方をしてで食器にたくさんまだ洗剤とか 泡がついてても、まあ、すぐ落ちますねすねぐ乾いてきれいになるしそうやって乾かした食器を <laughs> 私舐めてみたんですねえこれってさ洗剤の味とかするんじゃないの洗剤の味がするんじゃないのと思って舐めてみたんだけど大丈夫だったんですよねで私日本に帰ってきた時に いやオーストラリアの洗い方ってなんか時間かからないしいいよねと思って家のキッチンであのオーストラリアの洗い方で洗ってみたんですね。でその食器を舐めてみたらめっちゃね洗剤の味がしたんですね。そうだからあこれダメだできないと思ったんだけど、えー、これって何なのかな洗剤の 違い何でしょうねなんでオーストラリアでこう洗剤をつけたまま乾かしても最後洗剤の味がしないのか、うん、なんで日本でやったら洗剤の味が残ったのか <laughs> もう全然わかんないけど洗剤のの違いかな何なのかなまあだからねあの今ね私日本にいるし一つずつ最後は綺麗に洗剤を流して。 乾かしてるんだけどそうまあ本当ねこれがね一番のカルチャーショックでしたそうで日本ってやっぱりすごくね清潔な人が多いあの全部綺麗じゃないとダメなんだよね綺麗綺麗じゃないと嫌な人が日本にはすごくたくさんいてだからみんな本当ねまあもちろんこのパンデミックの前もだけど 外から帰ってきたら、まず手を洗ったりとか。まあ、それだけじゃないけど。本当ね、そういう。清潔を気にする人って多いんですよね。最近は。その中国。でも。こう、一部の。人が。すごくその清潔を気にするようになって。この前。記事で。読んだんだけど。最近は。 下着専用の洗濯機があるらしいですすごく小さい洗濯機なんだけどそれはもうパンツとかブラジャーとか、まあ、下着だけを洗うらしいですでもなんかそれってない私ちょっとびっくりしたよね清潔っていいけどでもそれって、まあ、結局は自分が汚いってことだからその自分の考えとこの自分の体を分けてしまって。 ている感じがして、私はそれはなんかちょっとあ危ない考え方じゃないかなと思うんだけど、うん、だってね自分が汚いんだから、ね自分の考えと自分の体が分かれちゃいますよね。まあそういう人もいるし、あと最近はスクワットトイレ、あの日本でもあるけど、こうトイレが座るんじゃなくってしゃがむ床に 穴があるトイレね。あのトイレを使う人もいるらしいあのトイレを選ぶ人理由はやっぱりその普通の座るトイレに座ったら他の人もそのトイレに座るからトイレの座るところがみんなお尻が <laughs> まあ当たってますよねお尻っていうか足かな。でやっぱりそれがなんか清潔じゃないっていう。 思う人もいいるらしいしあとはそのトイレのウォッシュレットあのビレとかトイレから水が出てお尻を洗ってくれるやつであれとかもパブリックのそのウォッシュレットは使いたくない他の人も使ってるから私は使いたくないみたいな考え方の人もいるらしいです。本当ねももううパンデミックの後はみんなもうアルルコールでさ 手も綺麗にするし机も綺麗にするしあとはもうドアの取っ手、ノブハンドルとかもね何でも綺麗にしますよねでもね私ねあんまり綺麗にしすぎるのも良くないんじゃないかって思うんですよねだって人間って動物だしだから汚くって当たり前だしあとね私ね小さい時から 手をなんか一日何回も洗ったりとかしなかったんですよねだから本当ねそれで体が強くなって <laughs> やっぱね体が強くなるためにはちょっと汚いものとかも食べた方が <laughs> 多分ね体は強くなります当たり前だよね本当になんかむちゃくちゃ綺麗なところにいたら逆に体が弱くなるんですよね絶対それは当たり前だと思う 今日何の話そう、カルチャーショックの話ね。<laughs> そう、まあカルチャーショックは食器の洗い方でした。まあだけど、あのー、多分日本人は、あのオーストラリア人の洗い方はめっちゃびっくりすると、でしょうという話ね。そう、皆さんどう思いますか別にオーストラリア人の,あの洗い方してさ、うん、悪いことないよね、確かに。あれで、 料理がまずくなるとかさ洗剤の味が残るわけでもないし病気になるわけでもないからでも時間短くね洗えるならそれは私はすごくいいことだと思いましたはいまあ今日はこんな感じで終わろうかな最後まで聞いてくれてありがとうございますでもしねこのポッドキャストのトランスクリプトとか読みたかったら私のメンバーシップのパトレオンに 入ってくださいどうぞよろしくお願いしますサポートしてくれると嬉しいですじゃあ今日はここで終わりますねいつもありがとうございます今日一日をバイバーイ